切るから足、どの足が痙攣してるんですか。見たのは右足を上に寝てて、右足は確実に痙攣してたんですけども、後ろ足、はい、後ろ足です。はい。はい、で食事はまあまあ食べてる。はい、なんか一時カリカリを3日くらい前にあんまり食べなくなって、で食べないなと思ってて、ウェットフードと混ぜ混ぜしたら、急にもっとついて食べ始めて、ウェットだけじゃなくてカリカリも食べてる。カリカリも混ぜて食べてます。それまではカリカリばっかり食べてて。わかりましたね。推定だけどさ、24だ、今度の4月で18なんだよね、だからもう今17歳、すごいな、17歳と、はい、そうじゃん、はい、じゃあ出して、昨日の夜はあんまり水飲まなかったよ、19ヶ月か、17歳9ヶ月、はい、いや、いや、いや、はい、ごめんね。じゃあちょっとこれを見せてもらっていいですか。はい、じゃあかります。3900円でお願いします。お前だけ来ちゃった。すごい、最後でここで測った時よりも増えてますね。すごいな。夏はあの時夏バテでひどかったからちょっと食欲が出てきました。ね、9月は3800、まあそうめちゃくちゃ増えるわけじゃないけどね。減ってっちゃうわ、朝ごはん食べてても。こんにちは。あ、ずっと痙攣しっぱなしってわけじゃないんだね。ないです。3時頃から良くなってきて、ええ、ちょっと心配だなと思って。そういうことね。はい、ごめんなさい、ちょっと連絡出して。なに、他見えないんですかね。これ今でもさ、外行くんです。外は寒くってすぐ帰ってくるけど行きます。でもまあすぐ帰ってくるんですね。はい、大体トイレは外に行って。トイレだけ。あ、トイレは外にしてくるわけね。それでもすぐ帰ってくると。まあだからうんちおしっこの状態は分かんないですよね。そうですね。おしっこは中のトイレでするんですけど。あ、そうなん。うんちは外です。絶対外です。お水って飲んでます？よく飲んでますよね。今まで飲んでたんですけども、昨日の夜はあんま飲まなくて、はい、さっきのウエットの缶詰入ったのはいつからでしたっけ。3日ほどの2、3日前にウエットフードを混ぜ始めたんで、そういうかなと思ったんですけど。ちなみにカリカリは何を食べてるんですか。カリカリは銀のスプーンっていう。銀のスプーンね。その、なんとかケアみたいな、ちょっとはっきり覚えてないんですけど。うん、なんとかケア。美味しいの食べてるの。銀の年の猫の。あ、深夜用ですかね。腎臓ケアかなんか、あんまり吐かないやつか、そんな感じのだったと思います。銀のスプーンでも腎臓ケアってあるのかな。まあ、確か、腎臓ケアですね。これウエットは缶詰。レトルト、レトルトの、レトルト、はい、カルカンとか、はい、あとはいろいろもらったりして、チュールの食事のチュールとか。まあこの子ね、うん、途中からさ、猫イーズがあるんですよね。はいはい。で、年齢とともに慢性腎臓病が結構、うん、最後でここで見させてもらった時でステージ3、うん、4段階のうちの3ですから、うん、結構先に進んでるんだけど、うん、ご飯食べてる人はスタートかかってるのかなと思って、うん、でまああとは変形性関節症とか変形性関節症かな、それとは心臓がちょっと大きいちょっと落ち見して。何してくれる？大丈夫。結構長い時間やってました。結構長い時間。そうですね。
30分ぐらいは寝転がってやったの。寝転がって ずっとじゃないんですけど、ピクピクしたり止まったり、でもずっとその間寝てたわけね。あ、こんな感じ。こんな感じ。ああ、はいはい、トキトキしてるんだけど、トキトキしてるんだけど。高島君、この子さ、レントゲン調査してくれてて、一番最後のやつだね、これだ。去年の7月14日。7月の14日。ここに欲しい。ここに欲しい。あの、湿剤。もしかしたらさ、変形性骨感染症。